はい、皆さんこんにちは。坂木敦でございます。1月の12日木曜日でございまして、この日穴が15度まで上がってきましたね。千代田区10度だそうでございまして、これからね、日が照ってきてね、暖かくなると思います。さて、ザクザク新悪寒論ですね。室谷克美先生、こんな記事が出てまして、サムスンこけたら負の循環どっぷり、自慢の京半導体の中核、営業利益は前年同期比で 69% 減、中国市場で韓国製スマホのシェア激減という記事でございます。ちょっと読んでいきましょうか。韓流メーカー、韓流ファンにはおなじみの化粧品メーカー、アモーレパシフィックが世界の高級ブランド100選に入ったという、年明けから初めて見る韓国の明るい経済ニュースだ。これが初めての明るいニュースということは、韓国経済がひどく落ち込んでいることでもある。軽半導体とは、韓国人が国の自慢する場合に必ず出てくる言葉だ。軽半導体というの聞いたことないですよね。軽半導体の中核はサムスン電子だ。韓国の株式市場の時価総額基準で見れば、1社で2割近くもの比重を占めるってすごいな。サムソンディスプレイなど直接の子会社群とは別に、政府重工業など兄弟企業があり、新世界グループホテルシラギですかね、シンラーですかね、などの親族企業集団がある。ものすごい存在感だ。サムソンこけたら韓国こけると言われるのもうなずける。しかし、その中核であるサムスン電子が負の循環にどっぷりと使っているようだ。サムスンの年間売上301兆ウォン、31兆、はすごいな、すごいな、31兆9869億円ですね。前年比 7.9% 増加。亜州経済日本語サイト2023年1月6日という見出しだけ見たら、日本の韓流ファンはサムソンは相変わらずすごいなと思うかもしれない。ところが、サムソン電子の22年10、12月期の営業利益は前年同期比で 69% の減だった。亜州経済の記事もその事実はしっかりと伝えている。見出しに通年の業績を持ってくるか、最新の四半期の数字をアップするか、編集者の見方の違いに過ぎないのだろうかと。まあ、なるべく都合の悪いことはね、書かないのが向こうのメディアですからね。そんなジャーナリズムちゃうやろと私は思うんですけどね。サムスン電子の業績発表の翌日、過去7日、韓国の大手新聞の解説記事や社説はとても暗い内容だった。深まる半導体国間、韓国経済の軸が揺らぐ中央日報、これね、ネタにさせていただきましたね。サムスン電子第4四半期の業績急減、半導体寒波、これからが始まり、半魚雷ですね。サムソンと LG 電子がアーニングショック（括弧東亜日報社説）。どの記事も見出しと内容に乖離はない。ほぼ共通する内容は次の2点だ。メモリー半導体部門の落ち込みが著しく、半導は当面期待できない、むしろ23年上半期には赤字に転落しかねない。なんか暗いですね。世界的な消費者心理の萎縮で、スマホ家電部門の業績も悪かった。世界的な消費者心理ですか。ちなみに、中国市場で韓国製スマホシェアは13年に 19.1% だったが、20年末には 0.6% まで激減した。ほぼ売れていないと言っていいですね。東亜日報だけが触れた LG 電子は、韓国4位の財閥中核企業だ。その22年10から12月期の営業利益は前年同期比 91% もの減だった。売上高2兆ウォン、約2兆3363億円で、営業利益655億ウォン、約70億円、事実上の儲けなし経営だったと言えようと。まあそうでしょうね。でかい企業はたった70億の営業利益ではあかんやろという感じですね。
当然のことながら在庫は増える。これ1回取り上げましたね。サムソンの在庫資産は20年末32兆ウォン、過去約3兆3969億円、21年末 41.4 兆ウォン、もう以下円飛ばします。22年9月末 57.3 兆ウォン、うん、つまり2年間で、ですね、25兆ウォンも増えているということですね。LG 電子も、ですね、21年末は 9.7 兆ウォンがですね、22年末は 11.2 兆ウォンと、約 2兆ウォンほど増えているんですね。需要低迷、販売不振、在庫増加、利益減少、投資減少、次の販売不振へという負の循環への突入だと。債券市場の混乱が続く中、サムスン電子、SK ハイニックス、LG 電子の動向は目を離せないということで、この記事は終わっています。なんかちょっと後ろの光の塩梅が悪いですね。お隣さんってね、その、まあ、言うてみりゃサムソンが GDP の2割とも3割とも言われているんですね。でそのサムソン自体が今ちょっとですね、不調に陥っていると。でその不調っていうものはですね、構造的なもんなんですね。だからそう簡単にね、努力や工夫によって挽回できるもんではないと私は思います。で、あの国の経済自体がね、非常にこのなんていうのかな、ダイバーシティがないわけですね。まずまあサムソンみたいな企業に偏っている財閥系大手が GDP の何割も占めているわけですね。それでもって得意分野が少ないわけですね。DRAM とかいうですね、メモリ、あと一部ですね、半導体であってですね。で、まあ、サムソンであればですね、あれですね、スマホ。で、その、要はアイテムが、売れるアイテムが、の数が少ないだけにですね、不調に陥ると一気に不調に陥ってしまって、要はこっちがあかんかったらこっちを補うみたいなことがですね、できにくい経済なんですね。で、だから、あかん時にはみんなあかんようになってですね、そうすると得意のですね、次の分野、次3年後にはこれがいけるやろっていうところにドカーンと投資をするんですけども、その投資もしにくくなるということは先細りやんということですね。まあだからどこかで見切ってですね、ドカーンとまた次次世代に向かっての投資をしなあかんのですけど、まあちょっとやりにくい状況になってるんではないんでしょうかね。はい。ということでですね、金融もね、今おかしくなってるでしょ。社債市場が変になってますし、だから、ね、上から下までね、やばい。政府もどんどんですね、負債を抱えてますしね。で、サムソンをはじめとした大企業、財閥も傾きかけてると。で、下は個人がですね、再々申し上げてる通り、今年は個人破産が急増しそうなんですね。ですんで、全体的に国全体として大きな危機を迎えているんではないかなと。それもですね、お金がないという危機なんですね。まあお金がなきゃね、増やしたらいいんですけど、お隣さんのこの通貨ウォンというのはですね、かなり国際評価が低いもんで、もうやりすぎると通貨が暴落しますね。今日は頑張ってますよ。1243ということですかね、ドルウォン相場。もうよう動くんや、これがまた。円はね、そんな、たまにピョンと動きますけど、んなちょろちょろ動いたらしいひん。131.53 ですね、今、ドル円が。でも、ウォンはね、乱高下しますからね。ほんまに。これがね、響いてくるんですよ。その、インチキやると。でも、まだ今のところ落ち着いてるんでね、まだ今のところいいかなっていう感じはしますけどね。はい。まあ、ということで、このザクザクですね。サムソンがこけたら韓国もこけるというですね、タイトルの
記事ですね、第1ページ目をね、貼らせていただきます。新悪感論、室谷克美先生のですね、おなじみのですね、お隣さんをえぐるような記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。